おはようございます。横山です。今日も一日よろしくお願いします。本日は名探偵コナン呪われた航路をプレイしたいと思います。いいですね、オープニングがもうコナンって感じがしますね。東京港マリエル号、ああこの船のようだな。毛利小五郎ですねこれ。コナンなんてね、めちゃくちゃ久しぶりですね。基本アニメとかね、ちょっと見てないからね。ちっちゃい頃にはすごいね、見てた記憶あるんですけどね。なんか、普通こういうのってなんかね、胸から上出てくると思うんですけど、なんかもう生首だけニョキって出てきてる感じがすごい面白いですね。確かになかなかいい客船じゃない。ちょっと古い方だけど、わかるんや。あら。鈴木財閥のお嬢様から見てもそうなんだ。ああ、そういや、なんか鈴木園子とかいうやつはなんか金持ちキャラみたいな、そんなんでしたね。行き先も日程も知らされない船旅。そこで起きる事件。そして舞台は豪華客船。ねえ、ひらがながいいですね。漢字が一切ない。子供向けにすごい考えられて作られてますね。何言ってやがる、名探偵は一人で十分だろうに。うん、どっちも似たような名探偵だけどな。あ、名ってその迷うっていう意味の意味かな。ま、それはそれとして、大人か。父さん、せっかくミステリークルーズに招待されたんだから、頑張ってよね。概要まで公開する豪華客船の中で事件が発生。もちろんアトラクションとして用意されたこの事件を参加者みんなで解決するっていう、まあ、要するに旅行会社が企画したイベントってやつだ。まあ一応探偵としてはどの程度の謎やトリックが用意されているのかちょっとだけ楽しみではあるかな。あるかな。めちゃくちゃ上からやな。すごいゲームボーイって感じの画質。ご活躍はかねがね新聞や雑誌で拝見させていただいております。お目にかかれて光栄です。本物の毛利小五郎さんにおいでいただけるなんて夢のようです。私、旅行会社メリーランドの社長ん弓浜勲です。もう一人の名探偵って多分関西弁のやつかな。さあこちらへ。すごい前振りが長いですね。全然ストーリーに入らへん。なんだと怪盗浜が、あ、もうこっから入ってんのか。ミステリークルーズツアーが甲板の上でしたらご自由に移動してくださって結構ですので。範囲狭いな。全然見せてくれへんやん。なんか気が向いたら一緒に回りましょう。あ、すげえ、誰と見て回るか決めれんのか。あれ、画面が追いついてへんやん。お、動ける、やっと。とりあえずまずは私がパートナーになってあげる。なんで上からやねん。いろんなところを見て回ろうよ。あー、後ろついてきて欲しかったな。ドラクエみたいな感じで。黄昏れてるやつがいますね。あら、何か御用かしら。あ、女やっていい。じゃあ、怪我や病気をしたときは先生のところへ行けばいいんですね。そうね。何か事件や事故が起こった、ね、起こった場合とかもね。え、怖っ。そんな事故とか起こんの？あ、もうこう顔が怪しい、明らかに。サングラスみたいなしてもなんかコナンのアニメとかね、なんか犯人こいつやってなんかその推理しながらねアニメを視聴するっていうのがすごいね、友達と一時やってたんですけどね。ちょっとでもね、キーワードがあったら僕はもう見逃さないですよ。キーワード、あ、すげえ、音楽が変わった。もう一人の探偵。どうす、角度よ。船長、角度がすごい。私が言いたいのは、部下や乗組員を信頼していただきたいと。残念だったら、絶対この船長殺されるやつや、もう。なんかもう顔つきとかね、もう明らかに肌黒いし。俺は誰も信用しないことに決めているんだ。いや、そんなやつよ、船長なれたら。どんな会社やねん。航路についての指示は出航してからその都度伝える。今ここで、おいそれと教えるわけにはいかんな。もうあかんやろそれは。仕事それ成り立たへんやろそんなんじゃ。俺一人が知っていれば十分な話だ。めちゃくちゃやん。こら、気をつけろ。絶対殺されるやつやんこれ。ん、なんだお前は。
こんな子供が俺の船で何をしている、もう船のこと俺の船とか言い出してるからな。僕ミステリークルーズに参加しに来たの。ミステリークルーズ、ふん、あの子供騙しのイベントか。だから俺は嫌だと言ったんだ。おい、まだ出航前だからな、あんまり俺の船の上をうろちょろして邪魔をするんじゃねえぞ。めっちゃ振るな、絶対殺されるよ。なんか怖い人、すいません、なんか不愉快な思いをさせてしまいましたね。めっちゃ優しい顔してる。うちの船長、気が短いもので、私たちもほとほと手を焼いておりまして。来た、ハットリヘイジア。黒いな、こいつも。ほう、さすが豪華客、豪華客船やな。まだ他の客が乗ってへんから、貸し切りみたいな気分やで。ヘイジ、あんまりキョロキョロせんといて。おのぼりさんみたいで恥ずかしいやん。アホ、どんなとこに来ても興味と好奇心を失わん。それが探偵っちゅうもんやろ。おうおう、おったおった。元気でやっとったか、コナン君。ミステリークルーズのメインゲストとして、毛利小五郎と一緒に参加してほしいっていう話やったんや。ふん、ゾロゾロと大勢来やがって。事件を解決するのは俺一人で十分だろうよ。こいつは解決できんやろ。いつもコナンの力に頼ってるよ、こいつは。あ、やっぱりおっさんも呼ばれとったんや。まあ探偵や言うても、イベントの賑やかしみたいなもんやろ。今夜7時からミステリークルーズの開催ディナーパーティーをここで開きますので、お楽しみにしていてください。三本松くん、では皆さんにクルーズの概要のご説明を。どうも先ほどは失礼いたしまして、私今回のミステリークルーズのプランナーを務めます三本松正人と申します。お客様にご案内申し上げます。当マリエル号、ただいまより出航いたします。やっとやな、長かったで、出航までやっと始まった第一章ミステリークルーズ。お、やっと入れる。さあ、ホールの中へどうぞ。やっと始まった。みんな金持ちそうな人ばっかりやね。あ、犯人はこの三本松っぽいですね。なんかコナンのアニメって、なんかあれ、こんなおっさんがまさかみたいな、なんかその気弱そうなやつがね、なんか意外に犯人やったりするからね。多分三本松ですね、これ。ボタン一発で世界中どこの時刻も OK さ。すげえ、今知ったけど、これ B ボタン押しながらやったらダッシュができますね。絶対怪しいやん。見てくれよ兄貴、どいつもこいつも間の抜けた顔の参加者ばかりだぜ。ミステリーマニアどもが聞いて呆れるぜ。いや怪しいなこいつも。ふふふ、どうやらこのクルーズは俺たちがいただきみたいだな。ん、なんだおめえは。こんにちは、おじさんたちもクルーズの参加者なの？よくぞ聞いてくれたぜ。俺たちこそは何を隠そう、ロスの街で並ぶものを見るミステリーマニア。何個もダムのハールドボイル兄弟だぜ。へえ、ハールドボイルのなんだ、かっこいい。男だったらやっぱりバイオレンスよ。こそこが小賢しい知恵をめぐらせないで拳に物を寄せれば。おっと、触るな、やけどするぜ。俺が兄貴のジョナサン・スペード。うすげえ、こいつらなりのなんか決めポーズみたいなのがあんのか。後ろに立つなよ、命の保証はできないぜ。俺が弟ダニエル・スペード。二人合わせてトランプ兄弟、ナッコモダワル・スペード・ブラザーズ。バラの姫の首飾り、ヨーロッパのとある王家に伝わるとても力のあるネックレスなの。中世の伝説に登場する美しいお姫様の持ち物で、そのお姫様が悲劇的な最後を遂げて以来、いろんな人の手を転々としてきたんですって。いや、ちょっとなんか呪いの要素とかありせん、それ。私のおばあさんがとある人からこのネックレスをもらって以来、我が家の家宝なのよ。結構情報集めたんちゃうか。おお、なんやあれ。キャー、そりゃそうなるわ。あ、これ何、殺人。あ、あこれどっち、その演出用なんか本物の殺人なんか。お姉さん大丈夫、どうした、何事だ。
今悲鳴が聞こえたけど、私変な仮面をつけた男に襲われて、口元に何か当てられたら急に気が遠くなって、はあ、クロロホルデムを嗅がされたんかな。はあ、首飾り、私の真珠のネックレスがないわ。名探偵たるもの、綿密な聞き込みと取り調べは重要ですよ。これから聞くことについて聞き漏らしのないようにご注意ください。お、第2章、バラの姫の首飾り。お、めっちゃ教えてくれるやん。図書室やな、図書室。お、なんか音が変わってる。おや、あれは。お、なんかやり合ってんぞ。おお、ジャパニーズ関西ガール、ユーのポニーテール、プリティーチャーミングね。ちょっとなんなんあんた、話してよ。なんかこんなセリフ言うから関西弁のね、なんかイメージ悪いんですよね。ほら言われてる、やっぱり柄悪いですねって。すごいな、そんなとこにカード入れてんよ。あ、ビニールでちゃんと防水してんねや。おめでとうございます。皆様は最初の関門を突破されました。おお、なんと皆さん、時計の中にカードが。皆さんは次に進むためのヒントであるこのカード、ホイール、すなわち車輪を手に入れたのです。このカードは正午のこの時間、からくり時計が動き出す。まさしく今しか手に入らない貴重な手がかりですぞ。2日目午後。お、絶対なんかあったよこれ。ミステリーの謎は常に相手の裏を書かなくちゃダメなのよ。あ、そういうもんなんや。誰でも解けるならそれはミステリーイベントじゃないわ。ただのオリエンテーリングよ。偉そうに。聞き込みもせんで俺にいきなり質問してくんなってことか。案外冴えないおじさんなのね。なんかくたびれてて元気がない感じ。あ、入れる。お、やっとあの舵取りのホイールについて調べられるぞ。あの船長が入れてくれるかな。あの船長やばいからな。ふざけるな。しかし船長、何しろ会社側の言うことですし、ここは穏便にことを運んだ方がいいのではないかと。冗談じゃねえ、これは俺の船だ。まだ言うてるやん。これたとえ会社だろうがオーナーだろうが、海の上にで海の上にで大え上に海の上に出た以上、俺に指図は一切許さねえ。その航路変えてんの勝手に。めちゃくちゃなやつやん。いや、悪い顔してるな。当初の予定がそうじゃなかったからですよ。しかし変更の話はすでに言ってるだろう。遅すぎたんですよ。今さら変更が効かないところまで来ちまってた。土壇場での変更を経験してきたぞ。あ、どっちなん、実際できんのできんの。なんめんどくさいからしてんだっけこいつが。ああ、絶対そうやな、この感じは。めちゃくちゃ言うやん。今すぐに海にでも飛び込んじまえ。ブリッジもお前のもんなんや。まあ船自体がお前のもんやからな。ん？あ、やばい、バレた。なんだ、なんで子供が俺のブリッジにいる。あ、いや、その私たちイベントの謎を調べてて、このブリッジにヒントがあるんじゃないかって。ふざけるな、こんな場所に誰がヒントなんか置かせるか。確かに。すまんですの、船長の機嫌が悪くて。いや、絶対そういう問題ちゃうやろ。人間的に問題あるわ、あいつは。運命の車輪なんや、ルーレット。おお、あった。何がめんどくさいってね、一回一回ね、カード手に入れるたんびに図書室に戻らなダメなんですよね。レイクのカードについて教えてくれ。レイクのカード、湖か。
この船の上で湖って言ったら何だろう。水がたくさんあるところ、プールや。まあだんだんね、僕もこのゲームやっててちょっとね、コナンよりも先にもしかしたらあそこかもしれんっていうのがちょっとね、パッとなひらめくようになってきましたね。いや、すげえ飛び込んだいつの間にそんな装備つけてん。カードカード、プールプールにシュノーケルしてるやつおるか。そんなやつ海やろ、シュノーケルするとしたら一回一回この絵したいのか。絶対飛び込みたいんやなこいつは。排水溝や、排水溝あった。排水溝の取り入れ口の裏にビニール、またビニール、ビニールに包まれてネックレスが隠されていた。よし、これでミステリークルーズの謎解きは一段落だぜ。え、でもネックレスってそれそんな複数置くことできんのか。もうコナンたちのもう一番乗りで最初の人だけって感じかな。とりあえずおっちゃんのところに報告に行こうすげえ、なんかもう完全に主催者側に回ってんな。なんだお前ら。おじさん、ネックレスを見つけたよ。なんだと。ざわざわ、ネックレスが見つかったって。じゃあもう事件は解決なの。めっちゃ来た。なんとネックレスを見つけられましたか。あ、なるほどな、もう一番乗りの人だけしかネックレスは手に入れられへんってことね。いやはや、さすが優秀な探偵殿がいたものですな。しかしお前ら、身内が解いちまったらイベントな台無しじゃないか。確かに。こうしてミステリークルーズ2日目の夜は平和で楽しいひとときとして過ぎていくかに思われた。あれ、ついに殺人が来た。絶対あの船長殺されるやろこれ。この優雅な航海の行く手に恐れるべきことなど何もないかのように。しかし、ああよくあるやつやな、いきなり停電するやつ。何、停電なんだろう。突然照明が落ちたぞ。何の音や。鎧の足音。キャー、来た、ついに。なんや、あれは。うおー、すげえ、槍が刺さってる。槍や、テーブルに槍が刺さってる。槍の先に何か刺さってる。あ、またカード。あ、これも本じゃイベントなん、まだですか。これはまた随分不吉な名前のカードやな。ん、裏になんか文章が書いてあんな。何何、姫と共に命を絶ったナイトのレインは自分たちを追い詰めた人々への恨みを抱きさまよい続けた。やがて死神の言葉に惑わされて彼の復讐が始まる。結婚には反対した国王の首に手をかけ。いやー、なんか悲惨な話やな。で、おっさん、これが次のイベントのシナリオっちゅうわけやな。いや違う、いや違うんや。何やで、違うって言ったんだよそのやりとりいるか。俺の読んだシナリオでは次のカードじゃ、次はこのカードじゃなかったぞ。それってどういうこと。知るか、俺の方が聞きたいぐらいだ。もうすごいわちゃわちゃしてきたな。次なる犯行声明がスピーカーから流されるはずだったでしょう。あのシナリオとね、ちょっと違う感じですね、この感じは。はい、どうも何か手違いがあったみたいで絶対嘘やん、もう苦し紛れの言い訳。とりあえず本日の事案はこの辺で。何、パーティーはもう終わりなの。そうなるわな。幕開劇、真夜中の出来事。小学生が夜風当たるな。あ、こいつらや。よし、誰もいねえみてえだな。行くぜ。ここが野郎がいつも座ってる席なんだな。
よし、ここにこのトラップを仕掛ければ。ね、ブーブークッションか。明日の朝、野郎がこの椅子に座った途端、ズドンってわけでですね。あ、バレた。しまった、見られたか。おい、ずらかるぞ。あ、殺すとかそういうのじゃないんや。逃げるんや。ああ、やりかけで逃げてったんか。だからまだ何もできてないってことか。お、第3章、疑惑の航路。あ、大変です。大変なことが起きてしまいました。ついにか、ついに殺人が。毛利先生はおられますか？直接ドアの前まで行けや。どこで大声出してんねん。船長か、あれ。いや、まさかってもう分かってたわ。今朝、作業員がフォークリフトを出そうとこの倉庫に入って見つけまして、私のところに連絡が入りましたので、直ちに弓浜社長と毛利先生にご連絡を。そうすると他の先客や船員の方々にはまだ伝えておりません。これは絶対教えん方がいいやろ、こんなん起きてるなんて。でも船長が死んでしまったら船の運転今どうなってんねん。船長の体の上にこんなものが。カードカード置いてんねん。ストーム、嵐。さて、その間に我々は現場検証と行きましょうか。死体調べられんねや。船長の様子は何について調べるんや。犯行の手段。お、なんや、首についているロープの跡が2つある。1つはほぼ水平についていて、もう1つは後頭部に向かって上に伸びているな。調べて何が分かったら必ず俺に報告すること。当たり前だろう。現場経験のあるのはこの船の中で俺だけだ。警察が来るまでは勝手な真似はさせんぞ。お、ロープ。縄の目は首の跡と一致しそうやな。何？隠し金庫？すぐそこにあんのに。全然動かへん、こいつ。ふーむ、船長はその隠し金庫に用があってこんな船底まで降りてきたのか。果たしてその隠し金庫に何が入っているのか。これは調べてみるべきだな。連続で。あ、すごい、ええな、あの顔。なんか、悲壮感が漂ってる、すごいいい顔ですね、あれは。誰や、誰や、また。あ、占い婆や。これは呪いじゃよ。自らの悲劇をメリーランドにもてあそばれたナイトの魂が復讐を仕掛けておるのじゃ。所有するものを借りてきたものなのですが、その一族には本当にナイトの呪いの伝説が伝わっているのです。そんなん借りてくんなよ。何や、あれ、イベント用のフィクションやなかったんか。はい、イベントに箔をつけるために本物の迫力を持たせようとわざわざ借りてきたのですか。まさかこんな、まあ、せやわな、殺人なんて起きてそんなねえ、のんきにクルーズの旅なんてやってる場合じゃないですもんね。ふむ、ではそれまでに私のこの頭脳で事件を解明するよう努めましょう。何もできんからな、こいつは。でもなんかたまにちょっとね、なんかヒントみたいなのたまに与えたりしよるからね。あ、このなんか副船長みたいなやつ結構怪しいですからね。もうあのなんか船長のね、元でなんかもういやいや仕事してたとかそういう過去がありそう。事件について本土に戻るまでは毛利先生や皆さんのお力に頼るしかありませんからね。何でも聞いてください。船長について教えて。船長はまあ皆さんもご覧になられた通りの性格の人ですから、いろいろと船員たちの間で言われてたのも事実です。恨みを買っているのも一つや二つでは済まないと思いますが、しかしさすがにこんなことになるほどの恨みは。こいつも船長について教えてくれんねや。すごい顔。高松くんは我がメリーランド社とは古くからの付き合いみたいなのです。ベテラン船長として当社の所有するマリエル号にずっと乗り組んでもらっていたのです。確かに人当たりの悪い性格ですし、問題も起こしてましたが、まさかこんなことになるなんて。こ
このジジイにも聞き込みできんのか。ゆうべ何しててん。めっちゃ笑ってる。ゆうべ、ということはわしも容疑者の一人なわけじゃな。めっちゃ余裕こいとるよこいつ。すごい顔がシリアスやな。うむ、このマリエル号が起こした海難事故。僕はディナーが終わった9時から夜中の3時頃まで三本松さんたちとクルーズのイベントについての打ち合わせをしていました。社長や川崎さんは先に部屋に戻られたんで、最後は三本松さんと僕の二人きりでしたね。頭の傷。ああ、これは子供の時にちょっと怪我をしたもので、確か3針くらい縫ったんですよ。今でも結構跡が残っちゃってるんですよね。今日はなんかエネルギーに満ちてるんですって、絶対船長が死んだから元気みたいな、そういう感じじゃん、これ。ああ、クルーズのシナリオな、めちゃくちゃにされるしな、こいつ。かわいそうに。高松くんといい、デスのカードのいたずらといい。どの道これで予定していたシナリオはチャラだな。というわけだからして、私のシナリオを活用するのは、今こそチャンスだと思うのだよ。しかし社長、あのシナリオの展開にはだいぶ無理が。めっちゃ嫌だな、そってるやん。なんだと、そうやっていつも私のシナリオをボスにしようって。いつもなんや。いつもボツにされてんねや。だいたい他に選択肢があるのかね、三本松くん。意外にこの社長もあの船長みたいな、なんかあのパワハラ気質なところがある感じですね。そんなこと言っても、あれは社長が勝手に発注したもので。うるさい。今度こそは私も我慢の限界だぞ。必ずや私のシナリオをクルーズの展開に導入するのだ。なんかこの社長いいやつやと思ってた。なんか一気に嫌いになってきたな。いいかね、私はもう寝るが、くれぐれもシナリオの直しよろしく頼むよ。フォックスレディの小道具は私の部屋にあるから朝にでも取りに来たまえ。悪い顔。特に君、あのレオタードの衣装なんか最高にクールだぞ。ドスケベ親父やん。船長について、それ知らんわな、こいつら。俺たちは初めてこの船に乗ったんだぜ。あんな男今までに一面識もねえよ。そもそも俺たちはハードボイルドガイだぜ。やるならこそこそやらずに堂々と正面からズドンよ。私は嫌いだったな、言ってる。私もこの船の船員になって長いからわかるけどね、あの人いつも怒鳴って人に当たり散らしてばかりだったでしょう。あんな男を好きだって人間を探す方が難しいと思うわよ。キャプテン高松を私全然知りませんね。あ、息子じゃないんか。ディナーパーティーの時に拝見しただけです。見たところいかにも叩き上げの海の男という感じでしたね。あんまり捜査に首を突っ込むなよ。何？手がかりが揃ったと？なるほど。それは一向の余地があるかもしれんな。よし、弓浜社長も交えて今後の対策を練ろう。そういえば、所長さんはどこへ行っちゃったの？そういえば、船員の対応を見に行くとか言って表に出て行ったが、仕方ない。探しに行くか。お、なんか起こった、まだ。今、悲鳴となんか、水音がしたよな。突き落とされた、水に、海に。誰かが海に落ちたんだ。船尾の方だ、急ごう。会長が、大篠津会長が海に、ね、自ら飛び込んだんか。さん大変だよ、助けないと。船を止めてください、すぐに。どうやって助けた？めっちゃジジイやん。大篠津ってこの人か。ごほげほぜいぜい。今海から上げられたばっかりのにそんな喋らすか。鎧がナイトの鎧に突き落とされた。ナイトの鎧、何を言ってるんです。鎧じゃきっと彼の復讐が。ホールでいろいろと船内の雑用を。あ、船員やスタッフがずっと一緒にいましたから証人はいますよ。ということは会長が海に落ちたというのは本当ですから。怪しい。怪しい。
キョトンとしてる。何か。そんな私が会長を突き落としたなんて。状況証拠を突き詰めていくとそうならざるを得ないでしょう。証言した以上、事務所にあった着ぐるみの鎧を持ち出せた人物、すなわちあなたか三本松さんに容疑は絞られてくる。そして三本松さんには完璧なアリバイがあるわけですから、残るはあなただけということになります。そんな私はただ船の運航について見て回っただけで、まあこうして部屋の中を調べてみればはっきりすることですよ。すげえ、ガサ入れや。なんか見つけた。これは何か見つかりましたか。ベッドの下にこのようなものが。なやなや、ロープだ。このロープ真ん中あたりに爪でかきむしったような跡がついておりますな。まるで首にかけられた船長が必死で掴もうとしたように、どんどん推理進んでいく。どうやらこのロープが凶器ということで間違いないようですな。なぜこのようなものがこんなところにあったのですかな。そんなありえません。完璧だぜ。これでこの事件の全容は明らかになった。よし、おっちゃんのところに戻って関係者を集めてもらおう。ほっ、まさか眠りの小五郎が発動するんちゃうか。これは時計型麻酔銃とかね、普通そういう演出が欲しいですね。あれ誰もいないぞ。毛利先生でしたら、事件はすっかり解決したが、乗客の皆さんをご安心させるために皆をホールに集めて事件の謎解きをして犯人を明かしてみせるということでしたが、暴走やん。いやー、私どももショックでした。まさか社長が犯人だったなんて。あー、いいね、これアニメと同じ展開やん。これ乗客の皆様にお知らせ申し上げます。今朝方発生いたしました事件に関しまして重大なご報告が毛利小五郎先生より行われます。すごい、毛利小五郎がね、もうかませ犬がすごいですね。皆様 B デッキ大ホールまでご来場ください。やべえ、放っておくとおっちゃん本当に無実の人間を犯人にでっち上げちゃいかねないぞ。急がなくちゃ。冤罪いうやつですよね。うわ、もうほとんど乗客が集まっちゃってる。早く麻酔銃を。仕方ない、おっちゃんが乗客集めてお膳立てまでしてくれたわけだしな。この場で一気に謎解きショーまでなだれ込むとするか。僕ちょっとおじさんのところに行ってくる。あ、コナン君ダメよ、お父さんの邪魔しちゃ。さ、これね、たまにランが邪魔するときあるんですよね。でもね、コナンは邪魔してないんですよね、いつも。お集まりの皆さん、本船のミステリークルーズにおいて、期せずして悲劇的な事件が巻き起こってしまいました。皆さんにとっても楽しかった航海を邪魔されてしまい、不安で恐怖に満ちた一日を送られたことと思います。しかしご安心ください、この事件も私の推理によって無事に解決に至りそうです。どよどよ。それでは皆様にご安心していただくためにここで今回の事件の真犯人についてご説明いたしましょう。毛利小五郎すごいね、笑いのセンスがありますよね。これ自分で振り聞かしといてね。あ、コナン、おっちゃんの椅子にはボタン型スピーカーをセットしたし、よし、麻酔銃をセットして変声機のマイクを合わせてと。いいですね、ここの瞬間は。どんな感じなの、麻酔銃打つとき。今回の事件の真犯人、それは他ならぬ弓浜社。あ、言いかけたところで今だ。はわ。ふらふらしてね、こう椅子に座るんですよね。あ、眠った。眠りの心や。お
静かに皆さん。それでは今回の事件について順を追ってご説明いたしましょう。ザワザワ。何何、どうして突然寝ちゃったのか。もしかしてあのまま説明を始めるの。あれ、もしかして眠りの心モードに入ったんじゃ。キャー、本物見られるの。さよう皆さん、犯人はもうすでに明らかになっています。もう何も心配することはありません。毛利先生、何度も言わせていただくようですが、私は本当に犯人ではないんです。もちろんです、弓浜社長、あなたはこの事件の犯人ではない。本人からしたらね、たまったもんじゃないですよね。最初犯人やって思いっきり決めつけられて、でも実は違うでって。は？確かにあなたの部屋から凶器のロープが見つかりました。しかしそれは真犯人があなたを陥れるために仕掛けたとも考えられますな。弓浜さん、もしあなたがこの事件の犯人だとしたら、あらゆる証拠に対してあまりにもずさんすぎる。それゆえあなたが犯人でないことはすぐに判明しました。犯人が大篠津さんを突き落とす際に着ていたグラスファイバー製の鎧の着ぐるみ、あれはあなたが着るにはあまりにもサイズが小さすぎるのです。では真犯人は誰なのです。そうですな、ここで一つ昨夜犯人が辿った犯行の流れを順を追って見ていきましょう。午前0時、高松船長は当直を終えてブリッジを引き上げます。これは引き継ぎをした副船長の証言からも明らかです。自室に戻った船長はおそらく午前2時少し前、何者かから電話を受けます。誰だ。あ、いいねこれ、あの黒いやつ犯人。ググ、俺の声を忘れたか。なんだと。まさかお前は。ふふ、そうだ俺だ。相変わらずマリエル号の船長に収まって威張り放題のようだな。そんなまさか、あいつはもう20年前に。ということは、もしや、お前は。ははは、どうやら推察くらいはついたみたいだな。そう、俺だ。お前たちに復讐するためにやってきたんだ。そんな、あの時のことは、俺はお前に謝らなければとずっと思ってたんだ。今更命乞いか。クク、お前たちが怯えるほど俺の復讐心は満たされるんだ。待ってくれ、話を聞いてくれ。手始めにまず倉庫の奥にある隠し金庫、あの中にお前が隠したものすべてもらったぜ。なんだと。お前はあれを見たのか。まさか開けられるはずが。はっ、あれが世間に出たらいろいろまずいことになるんだろう。嘘だと思うなら自分の目で確かめてみることだな。お前の出方次第では考えてやってもいいんだぜ。倉庫で待ってる。ああ、なるほど、これで倉庫に誘い込んだと。隠し金庫とは高松船長が倉庫の奥に作っておいた個人的な秘密の金庫です。その中身を心配した船長は倉庫に急ぎ、午前2時亡くなられたのです。その人物に後ろから首にロープをかけられて。しかし毛利先生、船長はあんなに大柄だったのに一体どれほど力持ちの男ならできるというのでしょう。しかも現場には足跡さえも残っていなかったのに。それについても謎は解けています。事件の現場である第三倉庫、あそこはもともとフォークリフトをしまっておくための部屋でした。えらい前のフォークの部分が長い、バランスの悪いフォークリフトですねこれ。船長を呼び出した犯人は犯行のためのトリックを準備します。まず倉庫の奥に充電状態で置いてあったフォークリフトを手頃な位置まで動かしておきます。フォークリフトのアームを上げておきます。そう、ちょうど人間の肩の高さくらいまでね。次に犯人は凶器の準備をします。このトリックに必要なものは、まず長くて丈夫な金属製のパイプ、そう、長さはおよそ4メートルくらいでしょうが。次に長いロープが必要です。そう、弓浜社長の部屋で見つかったものです。長さはおよそ8メートルほど。このパイプとロープを使って凶器を組み立てます。
パイプに折り返したロープを通し先端で輪を作る。そして反対側に抜けたロープを縛りしっかり固定します。パイプの端を持って伸ばせばこの輪を誰かの首に引っ掛けられるようにです。さて準備は万端整いました。船長の部屋に電話をかけて金庫の中身のことを伝えると、犯人は倉庫の積み荷の陰に隠れ船長を待ちます。なるほど、隠してあった大事な何かにつれついて言われた。高松くんは慌てて倉庫に来ると分かっていたのですな。午前2時、船長は第3倉庫に降りておきます。そして犯人はパイプを利用して作った凶器を高松船長に向かって伸ばしたのです。すごいな。もうシンプルに後ろから忍び込んでロープ引っ掛けたいのに。隠し金庫を開けようと集中していた船長の後ろからパイプの先端の輪が首にかけられます。そして犯人はパイプの反対側に自分の全体重をかけてテコの原理で船長を吊り上げる。ご存知のようにテコの原理を用いれば重いものを容易に持ち上げることができます。嫌やな、なんかテコの原理で殺されたって。そう、船長よりもずっと小さな犯人でも釣り上げることができたのですよ。分かったわ、船長の首に残っていた2本のロープの後ろに引かれた時のものと釣り上げられた時のものだったので。その通り、釣り下げられた船長は間もなく窒息して亡くなります。ここで犯人はパイプの自分の側にあるロープの結び目をほどきます。船長の体は地面に落ち、犯人はロープの片方を引くことによってロープを回収できます。こうして倒れた船長の周りに足跡も残さずに、あの大柄な船長を手にかけることが可能になったわけです。あ、なるほどな、足跡残さへんためにあんな手残ったことを思い知ったか。もう下げた。そして犯人はこのトリックが後からわからないようにフォークリフトを部屋の奥に戻し、アームを下げて現場を去ります。しかし犯人は電動式のフォークリフトに詳しくなかったのでしょうな。充電を再開しないままでいたため、翌朝作業員がフォークリフトを調べた際、充電が完了していなかったのです。しかしそのトリックに使った凶器はどうしたのです？ロープはともかく、パイプともなると、おいそれと甲板まで持ち帰ることはできないんじゃありませんか？人目につかずにそんなに巨大なものを。パイプは現場のすぐ近くにありましたよ。豪華客船とはいえ、船のテープは機能がむき出しの風景です。倉庫の通路の天井には、それはたくさんのダクトやパイプが張り巡らされていました。この中に1本くらい長いパイプが混じっていても誰も気づかないでしょう。私はそこで4メートルほどの金属製のパイプを見つけましたよ。ダクトから漏れた油で汚れて見分けがつきにくくなっていましたが、他のパイプやダクトとつながっていない1本だけ独立したパイプ、何本かの短いパイプをつなぎ合わせてあり、おそらく犯人があらかじめ目立たぬよう分解して持ち込み、倉庫で組み立ててから天井のダクトの中に隠しておいたのでしょう。パイプの中ほど3分の1くらいのところに擦れた跡がありました。フォークリフトのアームにも油を擦りつけたような跡がついていましたが、これこそテコの視点になった痕跡ですな。このパイプが凶器に使われたものなのかは間違いありません。そして翌日、犯人は凶器のロープを弓浜社長の部屋のベッドの下に隠します。両部屋潜入できたな。そして犯人はさらに弓浜社長を犯人に仕立てるため、彼のカードセットからストームのカードを抜いておきます。事件の現場に自分のストームのカードを置いておき、その分を弓浜社長のカードから補充したわけですな。
弓浜社長のカードセットにストームがないとなれば、彼が犯人として疑われるのは間違いない。これも犯人の計画のうちだったんですよ。やった、ついにやったぞ。思い知らせてやったんだ、お前らすでに全てに。このミステリークルーズに乗じて船長を手にかけ、さらには翌日大篠津さんを船から突き落とし、その罪を弓浜市に押し付けようとした人物こそ、どう、わざやろこれ絶対に。ね、設計技師の息子みたいな。ちょっと間違ったね、やつで言ってみましょう。後藤。後藤先生。ねえ、立ち止まるんか、ちゃんとコナンが、そこは。で、結局、和田やん。出た。そう、和田修さん、あなたです。なんと、和田くんが犯人だというのですか。そんな、毛利先生。いくらなんだって、僕が犯人だなんて、冗談が過ぎますよ。そうですよ。彼にはアリバイがあるじゃないですか。僕は昨夜3時頃までずっと彼と一緒にいたんですよ。事件が起きたのが2時頃ならば彼にできるはずがないですよ。三本松さん、それは本当に午前3時だったのでしょうか。え？あなたが和田さんからもらったという胃薬、ゴミ箱に捨ててあったその包みは、川崎さんの証言によると胃薬などではなく睡眠薬だというんですよ。あなたは彼のアリバイ工作に利用されたんです。午前1時30分頃、あなたはそうとは知らずに睡眠薬を飲み、さらに打ち合わせを続けましたね。最初のうちは気力だけで持たせているものの、やがて猛烈な眠気に時間の感覚を失っていったのです。しかしあの時、確かに僕は時計で確認しました。あなたの時計、ご自慢の世界時計でですね。しかしその時間は本当に日本時間だったのでしょうか。そう、あなたの世界時計はボタン一つで世界各国の時刻を呼び出せる最新の世界時計です。睡眠薬を飲んだあなたがうつらうつらしている時に、和田さんがボタンを押して設定を変えたんですよ。日本よりも1時間ほど早い北京時間あたりにね。どうです和田さん、あなたのアリバイ工作は簡単に崩れるんですよ。あ、もうなんか認めつつあるやん。あなたは三本松さんが眠った後に疑われないよう設定を日本時間に戻したため、三本松さんは1時間のズレに気づかぬままいつもより余分に睡眠をとってしまった。言うなればあなたは三本松さんの生活から1時間を盗み取ったわけです。最も仕事に追われ疲れ果てた三本松さんにとっては束の間の休息だったでしょうがね。そんなのデタラメだ。あ、言うな、このセリフも。大体仮にそうだったとしても、僕が船長の事件の犯人だって証拠にはならないですよ。まだ言い訳を続けますか。あるんですよ、決定的な証拠がね。もうかっこいい、このカットイン。今回のクルーズイベントで使われていた怪盗ハマーのカード、確かあれはスタッフに一つずつフルセットが配られていましたね。船長の事件が起きてしまったためイベントは中止になったので、一般の乗客がレイク以降のカードを手に入れることはありえない。現場に置いてあったストームのカードはこのクルーズの関係者しか置くことができなかったわけです。そうですよ、だから弓浜社長が犯人なんでしょ。あの人のカードセットにはストームのカードがなかったんですよね。確かに弓浜さんのカードセットにはストームがありませんでした。しかしもう一つ今日奇妙なことがありましてね。弓浜さん今あなたのカードセットをお持ちですかな。はい、ではもう一度そのセットのカードを調べてみてください。特になくなったストームの前のカードね。これはデスのカード。そうです、
犯行の前の晩のディナーパーティーで槍に刺さって置かれていたデスのカードですよ。もし弓浜さんが犯人で、あのカードを予告のために置いたのだとしたら、なぜこのカードセットにデスが残っているのでしょう。弓浜さん、そのカードを裏返してみてください。これはフォックスレディのマーク。そう、弓浜さんがクノクルーズで最初に使おうと思っていた女盗賊フォックスレディのマークが裏についています。そのカードセットのカードは全て裏が同じマークになっていますよ。もうお気づきでしょう。高松船長の航路の変更、それにあのディナーパーティーにおけるイレギュラーなハプニング、それを受けてクルーズのシナリオは全面的に変更になるはずでした。その際ボツになったフォックスレディの設定を復活させようと弓浜さんが主張していたのはご存知ですね。そしてシナリオが通った時のことを考えて小道具も準備していた。その小道具の中には当然フォックスレディのカードセットもあったんです。和田さん、あなたのカードセットも見せていただけますかな。わかりました。確かにカードは全部揃っていますな。では裏を見せてください。はい。ああ、もう絶対決定的やん。これは和田さん、弓浜社長しか持っていないはずのフォックスレディのカードをどうしてあなたが持っているんですか。そのカードの表はストームですね。どうしてこんな弓浜社長を陥れようとあなたが仕組んだ計略が逆にあなたを陥れてしまったのですよ。あ、墓穴掘ってんな。昨夜あなたが盗み出し槍でテーブルに刺したデスのカードは確かにハマーのマークのものだったでしょう。しかし翌朝それは別のカードセットに変わっていた。だからデスのカードが残っていたんですよ。もう言い逃れは聞きませんね、和田さん。そう、毛利さんのおっしゃる通りです。あ、認めた。なんかアニメとかやったらね、こっからも音楽が変わるんですよ。なんかいい感じの。僕が高松船長を手にかけました。ナイトの鎧を着て大篠津会長を海に突き落としたのも、ええ、僕です。この事件の関係者全員に思い知らせるためにね。弓浜社長からロッカーの鍵を拝借してコピーを作っておき、それで持ち出した鎧を着て大篠津会長を突き落としたんですよ。言うまでもなく大篠津会長の息の根を止め、そのまま社長に罪を着せて有罪にするつもりでね。和田君、しかしなぜ。それについてはこの事件の背後に隠された歴史を明らかにしなければなりません。和田さん、あなたが肌身離さず持っている手紙、そう、今も持っておいででしょう。それについてお話ししましょう。これがどうしたって言うんです。これは単に僕を支援してくれてた方からの手紙で、そう、このマリエル号でのミステリークルーズにあなたを招待しておりますな。あなたのお父さんとの思い出のためにそう記されています。そしてあなたに対してトシ君と呼びかけている。トシ君、まさか。そう、和田修というのは偽名でしかありません。あなたの本名は長岡俊和さんというのでしょう。長岡、そんな。和田さん、いや長岡さん、あなたは幼少の頃のご友人ピーター・ドーゼンバーグ君を覚えておいででしょうか。彼がこの船に乗り込んでいたのをご存知でしたか。ミスター・ピーターが話してくれましたよ。あなたの頭の傷がどうしてついたかにね。皆さん、今回の事件は全て長岡俊和という本名を持つ男の復讐、それも遠く20年前にまで遡る過去の事件に対する怨恨が原因となっているのです。それではやはりあの事故が、そう、このマリエル号にまつわる悲劇的な歴史、一人の優秀な設計技師の未来を奪ってしまったある事故が、
今回の悲劇の直接の原因なのです。長岡俊彦、このマリエル号を設計した技術者で、多くの優れた客船を設計した実績のある人物です。20年前の1979年12月24日、彼の作ったこのマリエル号は、東シナ海を航行中エンジン部分に異常をきたし、ついには爆発を起こし、数多くの犠牲者を出してしまったのです。この事故直後、原因調査のためにメリーランド社内において、特別先生のチームが組まれました。責任者は当時メリーランド社長であった大篠津氏、それに副社長である磯貝氏、専務であった弓浜さん、あなたと、そして当時から本船マリエル号の船長であった高松氏、以上の4人が名を連ねています。このチームによって公にされた調査結果は、世間に記憶されている通り、船の設計に問題があったと結論されています。しかし実のところ、この事故の本当の原因は設計ミスなどではなかったんですよ。そうなんです。なんですって。実際に裁判に使われていた証拠品の数からは、全て設計ミスを裏付けるものでした。しかし、もし実際のマリエル号に使われていた部品が提示された証拠とは異なり、設計の指示によるものと違っていたとしたら、どうなりますかな。当時マリエル号を建造した造船所では、予算よりも安く作るため部品のすり替えが行われたのです。しかし彼らの変えた部品は設計と同じような効果でも、強度においては致命的に差があった。何しろマリエル号はエンジン爆発の事故を起こしてしまいました。そうですな、弓浜社長、なぜそれを。もう良い。会長、大篠さん、お体の方はよろしいのですかな。ふ、こんな老人の体など気にしても仕方あるまい。それより毛利さん、どうやらあんたは真相を知ってしまったようじゃな。高松が倉庫の隠し金庫にしまっておいた何か、それが避けられない証拠だというのじゃろう。そうです、社長さん、これが証拠だって。これは高松の公開日誌じゃな。そう、高松船長が20年前、つまり事故のあった時につけていた公開日誌です。彼が倒れていた倉庫の奥の壁の隠し金庫にしまわれていたもの。彼がそれを心配するあまり、慌てて事件の現場に駆けつけたのは、まさにこの公開日誌の秘密が露呈するのを恐れたからなのですよ。弓浜さん、その日誌に挟まれた書類をご覧ください。書類、これは。そう、20年前の事故についてあなた方調査した時の報告書ですよ。ただし後に海南裁判の席で提出されたものとは内容がかなり異なっていますがね。仕方ないの。どうやらもうごまかしの効かないところまで来ているよじゃ。そう、毛利さん、あんたの言う通りじゃよ。20年前、わしらはマリエル号の事故調査を行った。その結果、造船所で手抜き工事が行われていた事実をつかんだんじゃ。しかし、造船の過程におけるミスということに なれば、責任は当然メリーランドに全てかかってくる。当時のメリーランドはマリエルを建造することによって非常に大きなリスクを負っていた。客船を持つのはわしらの長年の夢だったからの。そのために無謀ともいえる投資をしていたんじゃ。あれだけの事故を起こして保険も降りないとなると、メリーランドは間違いなくおしまいじゃった。それでわしらは事故報告書を改ざんし、外部の嘱託で契約していた長岡くんに全ての責任を押し付けてしまったのじゃ。まさか高松のやつが元の報告書を五章大事に持っておったとはな。あやつも両親の呵責に耐えきれなかったのじゃろう。
では、長岡技師の設計ミスというのは全くの濡れ衣というわけですな。うむ、その通りじゃ。そしてその和田君が長岡技師の、ええ、長岡技師の実の息子、俊一さんです。長岡技師の亡くなられた後、お母さんも逝去され、親戚の家に養子に入っていたはずじゃな。ええ、しかし彼はお父さんが亡くなった件については決して忘れなかった。まあ、これはでも辛いですね。なんか自分こんなんね、自分はあの人の立場やったらね、ちょっと気持ちがわからなくもないですよ。もう殺したくなるっていう。お父さんの設計が決して間違っていなかったことを信じていた彼は、今回の復讐の計画を練り続けてきたのです。分かってますよ。自分がやったことが愚かで意味のないことだってことぐらい。でも僕は自分のしたことをこれっぽっちも後悔なんかしていない。残念なのは復讐を最後まで遂げられなかったこと、それだけです。彼らのしたことはそのくらいの報いを受けなくちゃならないはずだ。あんたらには一生わからないでしょうね。あの事故の夜から僕と父の上に降りかかった地獄のような日々を忘れもしないさ。21年前の12月24日、僕の人生で最悪のクリスマスイブだったよ。最新式豪華客船マリエルを作ったことで栄光のただ中にいた父だったのに、事故の後、それまで父を尊敬の眼差しで見ていた人間たちが皆一斉に疑惑と軽蔑の眼差しで見始めた。長引く調査や裁判に父はどんどん消耗していった。あなたたちのうち誰一人父の味方をする者はいなかった。それどころか事故の報告をでっち上げて、全ての責任を父に押し付けてしまったんだ。父はずっと自分の設計を信じていたのに、それを証明することができずに自ら命を絶った。僕はその父の姿をずっと見続けていた。だから僕が父の無念を晴らすことに決めたんだ。あの日以来クリスマスが巡ってくるたびに、僕はこの憎しみを新たにしてきたんだ。そして事故について調べるうちに、あなたは報告書の偽証に気がついたというわけですね。そうです。しかしそれを証明する手段が何もなかった。このままではこいつらがその罪を問われることはない。誰もこいつらを裁けないなら、たとえ犯罪でも僕がやるしかない。そう思うしかなかったんだ。高松のやつ、僕の正体に気づくなり、大慌てで駆けつけてきた。僕が奪ったといった金庫の中のものを取り返すためにね、自分たちの罪を隠したかったんでしょう。ご存知の通り、実のところ僕は金庫を開けてなんかいなかった。あいつが隠し金庫に隠していたものがまさか公開にしてあったとは、僕も思いませんでしたけどね。あいつのことだから船長の立場を利用して悪徳稼いだ金でもしまい込んでいるんだろうと思って脅迫したわけですが、皮肉な話じゃないですか。そして次のターゲットは大篠津会長、あんただった。そしてその罪を弓浜社長、あんたに着せて、それで全てが終わるはずだったのに、和田さん、いや長岡俊一さん、あなたが気づいていないことがまだあるんですが、そのことについてお話ししましょうか。え、実はね、あなたが持っていらっしゃる手紙、古いあなたの後援者の方からの手紙のことについてなんです。その手紙で後援者の人はあなたにマリエル号の今回の航海のことを知らせていましてね、あなたのお父さんの船がクルーズに出ると。ええ、親戚の家から転送されてきたんです。もうずっと前、僕は親戚の家も出てしまったんですけど、この後援者大磯さんからの手紙だけはずっと転送してもらっていたんですよ。その手紙の送り主、大磯幸吉という人について、あなたは何をご存知です？
何って父の古い友人で、でも会ったことはありません。きっと会わない方がいいんでしょう。せっかく支援してくれてた僕がこんな犯罪者になってしまった以上、幼い頃からあなたを支援し続けてくれていた人、その人の名前に本当に覚えはありませんか？いいですか、よく聞いてくださいよ。大磯幸吉、この名前を一文字ずつ分けて考えてみてください。すげえ。ここにいる大篠津茂氏の王、亡くなられたメリーランドの副社長磯貝氏の磯、やはりここにおられる弓浜勲氏の勲、そしてあなたが手にかけた高松諭吉氏の吉、この4人の名前を組み合わせるとあなたの後援者、すなわち大石幸吉氏の名前が出来上がるんです。そんな、まさか。そうなんじゃよ、利勝くん。わしらがずっと君を陰ながら支援させてもらっとったんじゃ。私たちはずっと自分たちの してきたことに罪の意識を抱いていたんだ。何その大逆転のなんかいいやつみたいな。会社のために調査報告を偽ったものの、そのために君のお父さんがあのようなことになってしまった。その罪の深さにずっと後悔し続けていたとき、高松くんから提案があったんだよ。4人の連名で残された君の支援だけでもできないものかと。もちろん君にとっては仇も同然のメリーゴーランド関係者だ。本名では断られるに決まっている。それで仮名で君のお父さんの友人ということにして、実際あんなことが起こるまでは私たちはみんな長岡君と友人同士と言ってもよかったんだよ。しかし陰ながら支援を続けてたところで、わしらの罪が消えてなくなるわけもない。君に罪を告白できるわけでもなく、堂々と会えるでもなく、みんなずっと後ろめたい気持ちを抱え続けてきたんじゃ。やがて副社長だった磯貝はその罪に耐えきれずに自ら海に身を投げてしまった。高松も自分の善良さを信じられなくなり、どんどん投げやりで粗暴な性格になっていってしまった。ああ、なるほどな。こういうのが原因で船長あんなになってもうてんな。わしらが皆悪かったんじゃよ。そんなことで罪が消えるわけもないのに、ずっと20年間皆苦しみ続けてきた。今回のクルーズにあたって利勝さん宛てに招待状を出したのは、彼に全てを打ち上げ詫びるためだったんでしょう。うむ、そのつもりだった。成長した君の姿も知らないのにな。まさかこんな近くにいたとは気づきもせず。そんな、それじゃあ僕が手をかけたのは、そうです、他ならぬあなたが恩人と慕っていた大磯幸吉さんはあなたの復讐のターゲット、その人だったんですよ。皮肉なもんやな。なぜだ、どうしてこんなことがありえるんだ。それじゃあ僕がこの20年間抱え続けてきた憎しみと怒りはどうすればよかったんだ。すまん、利勝くん。すべてはわしらが悪かったんじゃ。申し訳ない。クソ。うわぁ。こうして事件は幕を閉じた。人が人を殺める事件に幸福な結末などありえないかもしれないけど、20年間それぞれの心の中で荒れ狂ってきた憎しみと愛情が、その大元となったマリエル号の上で今静かに吹き荒れていた。誰にも止めることのできなかった悲劇を乗せて、船は静かに海の上を進み続けていた。お、エンディングですね。はい、お疲れ様でした。以上、名探偵コナン呪われた航路でした。